チャオ、あちゃんです。今日は、いつもね夜に来るウォーテルさん、ウォーテル、柏原店かな、くず元店かな、忘れちゃった、ウォーテルさんに来てます。ウォーテルさんのランチは初めてやるんで、ね、ランチいただきます。今日のあちゃんのランチはマグロのユッケ丼ランチ。まんちゃんは漁師丼と、かま塩定食、はい、とサブメニューかき生牡蠣です。はい、じゃあいただきます。ではいただきます。赤だしでっかすごい器がでっかい赤だし。いただきます。いただきますやねんけども、あ、これ、あ、漬けやからタレついてるんや。どっかそっか、いただきます。わさび追加しましょう。いただきます。あ、美味しい、濃い。ではまたベロ出し写メを撮っとこう。いただきます。うん、おいしい。漬けで漬けだれがちょっと、薄いね。ちょっと醤油かけた方がいいと思う。刺身醤油、甘だれ。わさびをたっぷりつけて、あ、辛っユッケ丼は酢飯じゃないあれ何なの、結構なんか酢飯の海鮮丼の店もあるし、じゃないお店もあるの。ここは普通やねんちょ、子供酢飯あかんねん。いや、海鮮丼に酢飯じゃない方がええとか言うの。やっちゃんも酢飯が好きやねんけど。牡蠣をいただきます。すごい、生牡蠣。しゃめよ、どうしよう。ちょっとこれそこれインスタ映えしそうな、
光がこまぶしいな。生牡蠣の汁がいっぱいこぼれたよいしょ、ここにこれを乗せて、うん、これよかったの、エビ入ってる。あ、エビ入ってるの、うん、あ、そうなんや海鮮丼系はエビがあるから怖いな。いただきます。牡蠣食べられるかな、一口でいけるかな。うん、めっちゃ美味しい。やばせ。なんか今日美味しいわ。エビも細かいにして入ってんの。あ、そんな。エビ食べる？もう帰れなくなるかも。なんかこのタッチパネルの注文の時ってわからへんか怖いねん。お店の注文やったらエビ抜いてって言えねえよ。一回前どこやったかな。どっかの海鮮丼屋さんで、すいませんってエビ無理なんで抜いてくださいって言ったら、うちエビめっちゃおすすめなんですけどってがっかりされて、いやいいです、まあ、料金そのままでいいんで抜いてください、アレルギーなんでって言ったら、わかりましたって言って、白いマグロが乗ってんねん、これ何ですかって言ったら、大トロって、え、なんでそんなんって言ったら、いやエビがおすすめだけど満足してもらいたいから、もう度外視ですって言ってくれて、うわ噛みたいよ。でそのとこに横に大トロなんとかどんってあってんけど、値段めちゃくちゃ高かって、いいんですか、いいです、喜んでもらえたらそれでいいです。まだブログも何もやってない時期やったから、ありがとうございます。石川県やったかどっかやったと思うんだけど、なんか思ったら握り寿司の店でエビあかんねって抜いて言ったら、ほんまにエビの寿司1個少ない。減らされた。で、代わりに何か入ってるわけでもなく。なくなく。ほんまに抜いてくれただけやって。それも、なんかひどい話。そうそう。俺友達がエビ好きやから、普通に取った俺食べだったのにとか言うから、あ、そっかって。おいしい。マグロ一本買いしてさばいてなんか店に回しとるって、うん、マグロが自慢とか言って書いてあったけど、まあ、海鮮がええねやろな、うん、石川県の、石川県の、違う、あ、前行ったとこ、うん、うん、そうです、石川県、石川
そうって言えばさ、地震あったよね。ああ、そう、この前地震あったね。ちょうど起きとって、うん、いたずら電話あった日やって、うんうん、地震あって、それ書いたらいたずら電話かあの時びっくりしたの、あの前日の日にな、北の方の空にな、竜巻雲みたいなのが出とって、なんか嫌な予感がしとって。ああ、はいはい、震度5やったかな、なんか結構大きかったもん、ね、夜中に携帯鳴り出してびっくりした。久々に緊急地震速報来たわ。あれ大きいのなんか来るときと来へんときはなんやろな、あれ心臓に悪いんだ。そう、心臓に悪いんだ。で、近いから来るわけでもなく、石川とか来るのに、もうちょっと優しい音にしてくれへんやろか、ドキッとするんだ、ほんまに。夜中になったら寝られんくなる。ほんまに地震経験してる人ってほんま怖いやろな、あんな急になったら。はい、カキをもう一個いきます。一口でいくのが大変なぐらいでかい美味しいよカキ最高もう好きな食べ物何って聞かれたらカキに変えようかなぐらいです、ね、カキかメロンかで、お寿司は鶏貝ごちそうさまでした。